ではエンジンしろ。おお。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダインテグラタイプ R DC5 です。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見てみましょう。ホンダインテグラタイプ R 2代目 DC5 になりますね。いやー、すごいね、レアな車が入ってますよね。こちらね、中古販売ということで、175万円ですね、消費税込みというもので、初年度登録ね、平成17年のものになります。走行距離ね、ちょっと16万キロいっちゃってますけど、いやー、これね、かなりレアな車ですよね。いや、今ねアメリカで日本車が人気ですよね。あの右ハンドルがね輸入できるようになったということで、もうねこれ15年ぐらい前の車になるんですが、まあ、この辺の古い車が今海外ですごい人気があるということですね。でこれねすごいなんかカスタムされてますよね。あのボンネットが無限のボンネットに変わってます。でフロントバンパーもね変わってますよね。ほら見てこれすごないこれ本当にね、なんかこうドラッグカーのような感じのこのボンネット、いやーいかついわ。うん、この赤いエンブレムが神々しく輝いておりますね。でこちらはね改造車というよりはあのドレスアップカーになりますよね。この辺ね車検も対応してると、まあ、これ車高がねこう低く見えるんですけど、実際、車検も対応してるというものになりますね。おー、ヘッドライト結構こう大きいお目目してるんですね。少しね黄ばみというかくすみはどうしても出てますよね。わー結構綺麗は年式の割にはかなりボディとしては綺麗じゃないですかね。あのほら後ろリアもこれ無限の、バンパーに変わってるらしいですね。これあーちょっとメーカーわかんないですからマフラーも変わってんのかな。インテグラのロゴが輝いてますね。ええな、インテグラ。これね、後期モデルになりますよね。前期は確かここがね丸く彫り込んであったと思います。リアテールランプは全然くすみなくてクリアな綺麗な状態ですね。でなんといってもねこのクーペ、このラインが綺麗なんですよね。クーペのこのラインがすごい綺麗ないですか。これめっちゃ綺麗で、タイヤは215の 45R17、17インチのアルミホイル履いておりますね。溝、うん、まあまあ、まだいけそうな感じがします。で、サイドガーニッシュもね、これ無限のものが追加されてますね。あー、なんか緑色の、テインかな、緑といえば、車高調が入ってる感じですね。この時代のねタイプ R から確かこのブレンボが追加されたんですよね。あ、そうそう、レカロシートなんですよ。ほらレカロ、これね当時のタイプ R ってねレカロとかこうブレンボとかね、あのホンダの製品以外のものがねあの最初からついてるというもので、あのブレーキとか特に変えたわけじゃないんですよね。いやー、それにしても昔ながらのこのロングノーズショートデッキと言いますか、なんかそういうね、シルエットがこの時代の車にはありますよね。中古販売ということでちょっと傷回りこの辺、うん、この辺ちょっとこの樹脂これがちょっとハゲかかってるかな。であとはこのまあヘッドライトのくすみぐらいですかね。こっちの運転席側は全然大丈夫、バイザーこのリアフェンダーのここちょっとだけエクボ傷、うん、傷というかエクボがあります。いやいいねこのタイプ R、 これ当時これステッカーだったんですね。あ、この辺もちょっとだけこう画像で伝わりますかね。まあこちらねあのディーラーさんなんで、すべてのパーツはねあの車検が通る状態の、パーツがついているということですね。ではね内装の方を見てみましょう。うわこれまたレカロ座りづらいんだよね。うわあーああケツが狭い。どこ、あそっかボタンがないやつやな。あーこんなんなんや。わすごいすごい、やっぱタイプ R って歴代こんな
この似たようなね、これチタン、なんやろ、ステンレスみたいなシフトノブがついてるんですね。あ、ここプレートね、タイプ R、インテグラタイプ R です。インテグラです。あ、すごい、フロアマットめっちゃ綺麗。これを洗ってくれたんですかね。なんかめっちゃ綺麗ぞ。ではエンジンしろ。おお。やばないこれ。これやばない。で、これレカロね。これが最初から装備されてるレカロです。運転席側のシートはこれぐらいの汚れ具合ですね。まあ汚れというか、これちょっと裏肝の、やっぱちょっと15年ぐらいの、まあ、スレ感、シートベルトとかのスレ感。まあまあ、しょうがないですね。まあでも、どっかが破れてるとかいうのは一切ないですね。この辺よくこう手をつくんですかね。この辺ちょっと皮がちょっとな感じです。いやすげえな。これ一瞬布貼ってんのかなと思ったけど、ちょっと樹脂ですね。扉こんなん、ちょっと扉の音。やっぱね、当時の車ってね、当時の車というか、これクーペスタイルなんで、扉がでかいのなんの。そうそう、だいたいこれぐらいの大きさやったな。今のね、4ドアとかやっぱ、あの扉が小さくてね。よし、ついでに足回り。おぉ、ほほぉ。無限って書いてます。なんかこれ何なんでしょうか。何でしょう、オイルトリップ、油圧系か。とか、いろいろついてますね。ちゃんとね、カロッツェリアのナビついてますんで安心してください。エアコン効くっていいよね。当たり前か。どう、後ろ座れる、座ってみるね。これ2ドアなんでね、こうか。あ、こんな感じでここ回す、めんどくせえ。ここでガッチャンじゃないのね。こんなめんどくさいのね。あ、ちゃうわ、ここでガシャリ行こうと。あ、なるほど。あ、ここが外れるんや。うわぁ、あ、なるほど。もう、限界です。こんなんです。今こんな状態、もう倒しますからね。いけんのこれ。まあ一応入りました。うわぁ、狭い。首が。これ疲れるわ、これ。5分我慢できるかな。はい、こんな感じです。いやー狭い。でもレカロの後ろかっこいいよね、これシンプルで。わー、一応ドリンクホルダー的なものが、なんか大きめのスピーカーついとるわ。うわー、もうなんか足ぐねった。足ぐねったぞ。あー降りづらい、あー降りづらいよ。シールがまだ当時のシールがまだここだけ新品です。ちょっとトランク開けてみまーす。わー。おー、そうそう、広いね。クーペタイプ広いね。すごい広い、後ろ。これ相当荷物乗せれそう。ライトチェック OK。ちゃんとついております。まあね、この辺は当時の雰囲気が出てますね。で、サイドに一つ。お、リアは綺麗な。すごいデカウィングがね、当時の。すごい綺麗、リア綺麗。すごい、この無限のボンネットめっちゃ軽かった。これひょっとしてカーボン？あ、カーボンか。すごい軽い。で、これですね。直列4気筒 VTEC エンジンということで、いやーすごいですよね。 K20A というエンジンになりますね。いや最高出力ね、220馬力。いやこちらね、この VTEC エンジン、この大体ね6000回転ぐらいからねハイカムに、切り替わる、VTEC エンジンということで、当時のね、結構車好きの方はこう VTEC をんばーと言わしてね、こうレッドゾーンまで走ってたエンジンですよね。これがホンダというエンジンですよね。それでもね、さすが VTEC って優秀で、燃費がね、あの JC08 モードですけども 12.4 キロパーリッター走ると
いうことですよね。まあでも当時ねこの車の盗難がね結構多かったみたいなんですよね。なのでこの年代から、イモビライザーがつくようになったらしいです。まあ、イモビライザーなんでどっかちょっとチカチカと光るんかな、ちょっとどこが光るんかわからんけど、まあ、あこれかこれこれほら鍵チェックマーク、これでねピピピとなるんですよ。なんかアメリカの車っぽいですよね、なんかイモビライザー。すごい、こんななんかもう手に当たりそうなところにこんないろいろ機械がむき出し、いやーいいね。ハンドルもねほら社外品ももがね最初からついてるんですよね。もも捨てがついております。いかがでしたかね DC5。 いやなかなかねレアな車ですよね。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでインテグラタイプ R DC5 でした。じゃあね、バイ。